ドバイメトロはドバイ市内で運行されている都市鉄道である。ドバイ政府道路交通局により2路線が営業され、全線で自動運転を行っている。三菱商事、三菱重工業、大林組、鹿島建設、トルコのヤピマーキジー社の敬語企業によるジョイントベンチャーにより受注された。シーメンス、アルストム、ボンバルディアの各グループを退けての受注であった。 当初の計画での総予算は3000億円であったが、度重なる計画変更により、最終的には7200億円にも達すると報道された。ドバイ政府道路輸送局の総裁は、路線の延伸や駅の増設、デザインの変更などが原因であると述べており、日本の志向側にも負担が求められる可能性があると報道されていた。車両は近畿車両制。 18メートル車両の5両編成である。2008年3月、最初の2編成がドバイに到着した。三菱電機製、イベット素子式 VVVF インバーターを採用。車両先頭部は、都市鉄道としては、珍しい流線型を採用しており、終電は、第3機情報式。駅構内や、車内の案内はすべて、アラビア語と英語で表示され、非接触式。 IC カード乗車券、乗るカードに対応した自動改札を備える。また、橋の一両は日本のグリーン車に相当するゴールドクラスと女性と子供専用となっており、橋の一両は二つドアであり他は三つドアである。車内はクーラーがかかっており、車両頭部は運転席がついていないために全展望が楽しめる。路線に関係なく車両は共通である。 この路線の女性専用車は1日中ある。運賃はゾーン制となっており、すべてのルカードという IC カードでの乗車となる。運賃が最も安いシルバーカードでは1ゾーン内、あるいは隣接するゾーンの境界駅までのみ利用が 3AED、隣接する2ゾーンにまたがっての利用が 5AED、3つ以上のゾーンにまたがっての利用が 7.5AED となっている。しかし、 シルバーカードでは 7.5AED 以上の金額をチャージしていないと改札に入ることができないほか、初期費用として 25AED が必要である。ゴールドクラスの運賃はシルバーカードの2倍である。一時滞在者、旅行者向けのレッドカードは、運賃は4から 8.5AED とありがかだが、発行料は 2AED と安く、最低運賃から利用できついた地上車券としても、 利用可能である。ただし、他の乗車券ではできるバストラムなどへの制限時間内での乗り継ぎ利用は、できず10回分しかチャージができない。上記の他に、個人情報が入ったブルーカードでは1週間乗車券、1ヶ月乗車券、1年乗車券として乗ることも可能である。乗車時に、これらの IC カードを、一定料金分をチャージする必要があるが、 自動券売機よりも窓口でチャージする方が容易である。ため、窓口が混雑する場合が多い。また、老人、子供、学生などは割引料金で利用可能である。改札、乗降に関しては、世界各地の都市高速鉄道と大きく変わらないが、ルールが厳格である。駅と車両内での飲食は一切現金であり、居眠りも禁止されている。 もし見つかった場合は高額の罰金が課せられる。ありがとうございます。